確か確かっていう感じなんですけど、今日までなんですよね。ぜひぜひね、めちゃめちゃ久しぶりの公演なので、18がぜひ申し込んでください。ハートありがとうございます。毎日お疲れちゃんです。ありがとうございます。金のだるまありがとうございます。結婚したおことありです。昨日までか。明日トーラ発表。おー、金のだるまありがとうございます。楽しみですね。それはそれはそれは楽しみですね。当たるかな当たるかな。金のキューピッドクマちゃんありがとうございます。金のだるまありがとうございます。金のだるまありがとう。やほやほ。お、治った。体調治った。金のだるまありがとうございます。結婚して、あくたりです。お久だ。治りましたか体調。パチパチありがとうございます。18当たるといいな。劇場から、お、帰宅中、お帰り今日はどうでしたか。楽しかったですか。結婚してアクタリです。こんばんは。最近制服の向こうは当たりません。残念映画一人で行きました。映画目的じゃなかったしね。夕方メール、お、ありがとうございます。当たるかな。ココハちゃん不足なの、今日も泣いてました。あら花束ありがとうございます。紅茶ありがとうございます。今日もお、よかったよかったよかった。ハートありがとうございます。かわいい、ありがとうございます。体調なんて、おお、よかった。もちろん知ってたよ。また来て、制服の目。ツーショット会ちょっとだけ行きます。ちょっとだけ待ってます。じゃあまあね、普通にね公演出れてないっていうのと、でも明日、今日が何曜日だろうな。もうすぐねツーショット会、明日明後日とか、もしかして名古屋は昨日よりは寒くないかも。でもなんか最近半袖でずっと入れたけど、半袖ではいられないくらいかな。元気でバブナス、よかった。木曜、じゃあ明日金、もう明日明後日か。伸びてないよ最近キャベツのお値段ちょっとそれは分かんないわ。それはちょっと分かりません。キャベツ高いんですね。結婚してお断りです。明後日、お、待ってます。可愛い、ありがとうございます。ツーショット会は名古屋だよね。眉毛は濃いく見えるじゃん。なんかね、ショールームやってると濃いく見えるんだよね。こう見るとそんな濃いくないでしょ。ショールームなんか濃いく見えるんだよね。前髪と重なってとかいろいろあって。金のだるまありがとうございます。結婚してお二人です。朝の朝、明日の朝10度、10度か。愛知だよね。トークが幕張か、5月はなので愛知で待ってます。あさってとしあさっては近くね。いやでもあの公演の時はあの眉マスカラで、あの黒、黒じゃなくしてます。足の長さ違いすぎ。そんな長くないよあ、6月は逆なんだ。それが、ハートありがとうございます。眉毛はねでも濃い方がいいですからね。幕張トークね、幕張トーク個別の時、あ、いつもメイクはね一緒なんだよ。だからメイク、あのメイクは同じです。眉毛は眉マスカラで茶色にしてます。いつでもなんか開けとこう。じゃあ
アンメットっていうドラマってさ、今やってるやつですよね。なんか見始めたんですけど、巻き髪に似合いそう。研究生できないからね。流れ星ありがとうございます。直視できない、インドネシアからありがとうございます。5月の名前ありがとうございます。流れ星ありがとうございます。たくさん、あ、今のやつだよね。それも見始めた。一番下で行こう。ありがとう。洋服決めてないよ。なんか昨日買いに行ったけど、あんまいいのなくて、いいのなくてっていうか分かんなくて、まだ買ってない。写真会はだってもうあれだから、決めてるから。合格キスと HKT の7期生も広めだけど、うん、ちょっと見てないけど、いない知らないってことは多分いないと思います。多分見てないな。今日広めだったんですか。こんにちは秋葉原。私は秋葉原ではないんだが、アンメットね。そうね、ネットフリでやってたから他本見たけど、最前列8から3列目が真ん中がここにゃん。どういうことどういうことああ、最前列端か3列目真ん中、1個2列目ですね。大体平均年齢14歳。やばー、だい知ってますね見たので知ってます。なん、ん、喜んでた。こんばんは秋葉原。結婚して奥田ありです。ネットフリね、ネットフリココハもあれファミリーパックだから自分で入ってるわけじゃない、ファミリーパックです。ファミリーパックがいいんじゃない。そう、ミスチルさん、ミスチルさん、昨日見た青春 18×2 はミスチルさんが主題歌なんですけど、マジでいい映画だったからね、見てほしいわ。今日のコンサートで、あ、なるほどね、ちょっと見てみよう。ミズルンダルマありがとうございます。アンメット人っていうか家族ね家族なんですけど、4年ぐらい映画館行ってないんだ。でもコハも昔に比べたら全然行ってなくて、もうそうだからね。でもあのやっぱ見たい映画めちゃめちゃ見つけたから見ようと思ったね。何が見たいと思ったんだっけ。新垣結衣さんのやつも面白そうだなって思ったし、アンさんのやつも面白いなって思ったし、面白そうだなって思って見てないわ、面白そうだなって思ったし、あとなんかね、なんだっけな、7日後に死んじゃう彼女みたいなわかんないけど、それも面白そうだなって思ったし、いろいろね面白そうって思った。ポップコーン食べてない。ポップコーンはね食べてない。清原かやちゃん好きで、飛んで埼玉は途中で見るのやめたな。コメディが本当に得意じゃなくて見れないんですよね。清原かやちゃんマジで可愛かったな、マジで可愛い。ワニのパクリ、ワニのパクリ。清原かやちゃんマジで可愛かった。清原かやちゃんは歌とかも好きなので、私は
あ、そういうこと？ドキュメンタリーね。ドキュメンタリー映画はもうは欅坂と日向坂は DVD 持ってる。小判ありがとうございます。コナン見に行かされました。コナンね、あんま見たことないんだよね。なんかテレビでやってる時にチラ見とかはあるけど、イコラブはあの映画館行きました。イコラブのドキュメンタリー、ドキュメンタリーじゃないもんね。でもあれはドキュメンタリーではないけど、あれは公開日に行きました。足が向かない？そう、武道館のやつ。まあドキュメンタリーではないか。コナン、すごい、めっちゃあるんじゃないんですか、コナンって。だってもう今からだと追いつけないぐらいありそう。映画、それは危ない。映画ね、イスコヤ、お、イズリンさんは可愛かったですか。かやちゃん、かやちゃんマジ可愛い。 AKB ね、ドキュメンタリーに寝れるの。終わった瞬間にやってたこと知った。映画の時間を使うのって確かに。僕もびっくりしたもん、昨日なんか 2個見たんですけど、ブルーロック見て、でご飯食べて、で青春 18×2 を見て、なんか夕方かなと思ってたんですよ、普通に。勝手に夕方ぐらいかなと思って外出てみたら、めちゃめちゃ夜で、でめちゃめちゃ寒くて、なんか何日間か映画館に閉じ込められてた気分になった。2本描れるの。ブルーロックはでも映画は見なくてもいいと思う。ブルーロックはでも見たら面白い。体力、あ、眠く、でも集中してたらさ、あれじゃない、今日の4時まで山形にいました。山形って近いの？その4時から6時半って間に合うんだ、すごい。見なくてもいいっていうのは、なんて言うんだろう、見なくても多分アニメの続きに支障はない。あの、なんて言うんだろう、別視点なだけだから。アニメを見てて、アニメを見てたら、もう潔陽一が主人公じゃないですか。主人公をベースで、主人公の視点で物語って進んでいくじゃないですか。でもそれが凪の視点で進んでいくっていうあれから、あ、この時凪はこういう風に思ってたんだとか、この時凪にこういうことが起きてたんだっていうやつです。ペンとか中、別に自分が嫌じゃなければ。いや、1時間半なんだ、番外編というより。そうそう、あ、そう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 、ヒロアカ、ヒロアカは、でもヒロアカの映画を見に行った時にめっちゃアニメよりヒロアカの映画、ここを見に行った時に、結構前に、あの映画の最新作か見に行った時に、アニメでは、ここは漫画見ない派なんで、アニメではデクがまだ黒ムチを使いこなせてなかったんですよ。でも映画になった途端に黒ムチ使いこなしてて、ちょっとびっくりした。そこはマジでびっくりしました。いやいや、でもブルーロックはそういう感じじゃなくて、もうアニメでやった軸を、こう別視点で同じ軸をたどってるっていう
感じでした。マリンさんと一緒に。でもさ、あれじゃない、ヒロアカ好きな人多いからさ、マリンさんも同期の方と一緒に行きそう。仕事の待機中に見れるおすすめアニメありますか。全部今週末です。明日、明後日、明後日ワールドヒーローズミッション。うん、1日90分ぐらい。いけないんだ。まあでも基本的に自分からどこか一緒に行こうよとかはあんまりないかも、映画に限らず。だから誘われたら断れないから行っちゃうかもしれないっていうね。え、遊泳だから面白いよ。結婚してアクタリです。新規メンバー枠ロッキーか。ハートありがとうございます。でも面白かったですよ、映画。有名ですね。さすがに有名。さすがにそこは有名って感じで。ヤオヨロズさんのような髪型をしてほしい。前髪なしのポニーテールみたいな。ちょっと嫌かも。ね、キミさんストーリー更新通知ここはも来ちゃったわ。今日は何をあげてるかな。ここはまださ、キメイさんのストーリー別に登場したことないんだけどさ、サータン登場してた前回の S の時。ハートありがとうございます。先に見てきて、じゃあ先に見てきて。黒髪です、知ってます。ももちゃんとここはの話したの。今日は可愛かった。先越された普通にね。余裕で越されたわ。まあ、時間の大切さを痛感しますよね。遠くへ待ってます。もうね、嫉妬とかじゃないよ。悲しいな、しくしくっていうだけ、ただただ。幼く見える ?15 歳なので。一番じゃなかったよ。黒髪かわいいですよね。黒髪マジでかわいい。何そのポーズ何そのポーズん、面白いポーズだな。まあメイクをしてないというだけ。なるほどってなる。楽しみにしとくね。じゃあわかんない、正解がわかんないから。おもろ、みんなそのポーズって言ってる。あ、でもなんかわかるかも、よくやってるポーズ。もしかしてちょっとさ、ちょっとあれでしょ、恥ずかしいからやんないけどさ、ちょっとあれでしょ、ちょっと顎に手当たってるぐらいの感じでしょ。絶対そういう感じでしょ。よくやってるポーズ。もしや違いますか。あ、よくやってるポーズだよね多分。
でしょ。いや、分かっちゃうね、それは。それは分かっちゃいますよ。それはちょっと分かっちゃいますよ、さすがにね。いや、素晴らしい、その絵文字がすごいね。ポーズをさ、文字で、文字っていうかさ、なんていうの、こうショールーム上で伝えれるっていうのはすごいな。お久しぶりです。昨日だるまありがとうございます。愛強め、強めじゃなくて強、本物でした。ありがとうございます。尊い、ありがとうございます。もう当分会ってないけど、キミさんが黒髪にした日から会っていないですよ。こんばんは、こんばんは。あさっては会えないですよ、全く時間が違うので。ココハはね、写真は7部です。フルーチ7部です。皆さん、私は7部です。だから何時、5時、5時ですか、夕方。もうすれ違いどころじゃないよね、もう。姫たんポストしたけど、なんかちゃんと、もうエサポーズ流行ってるのかな、旧規制で。面白いな。え、待って、1日目が何、写真の1日目がどっち立ってるの。遅い部は、うん、だから会えないんだよ。幕張は必ず会える。この間の幕張の時、帰り隣だった席、ココハずっと寝てたけど。1日目が立ちだ、立って合格キスか。了解です。音源5時音源5時じゃあ来れないねっていうやつ。ポーズやってきた。1日目は立ってるんだね。合格キスは今把握してる。ポーズ迷ってる、あ、じゃあ迷ってるポーズとかしちゃう。そんなんないけど。合格キスね、見下ろされたい。合格キス、合格キスっぽいポーズとかあるかな。泣いてり、合格キスっぽいポーズってなんかあんのかな。ポーズ決めてる。返信待ってます。メガネ、メガネあんのかな。ないんじゃない、わかんないんだよね、メガネがあるかどうか。ハート、メガネないんじゃないかな。メガネ、わからん、そこはちょっと把握していない。伊達目持ってない、伊達目持ってないから無理だ。みんなメガネ系じゃん。メガネわかりません、外れのメガネわかんない、なんでも一緒じゃないの。トークと握手は1枚あたりの、ちょっと待って、トークと握手数秒差どうですか、ありますか。伊達じゃないメガネだと度が弱くて見えない。あ、一緒なんだ、一緒らしい。よかんない、メガネがあるかはちょっと分かりません。ないないと予想を勝手にしている。てかない方がいいでしょ、写真に残るのに。
豪華キスのポーズは、じゃあ握手にする？待ってるよ、レンズ使ってるから朝とあるって言ってた。わかんない、把握してないだけ。え、11、12だっけ。11にさ、豪華キスの衣装着る人ってココハだけ？誰かいるのかな。みんななんかさ、座るの時に着るって言ってたからさ、ユアニャンとかも。だからココハだけなんかな。コイコイも11なんかな。セナなんだよな。ここはだけなんかな。11合格キスって。そう、12なんだよね、みんな。あ、みゆちゃん。でもみゆちゃん別に部数近いわけじゃないよね。借りる衣装はフィッティングしたことある衣装じゃない、あのもう決まってる。ありがとうございます。みゆちゃん近くないよね、写真会。7部ってさ、ココハしかいないよね、12期写真。7部ココハだけなんだよな。違うっけ、サータもかな。こんばんは。サータンとココハだけなんだよね。でもサータンはあれだから、もうちょっと前にいるから、もうちょっと前からいるからさ。みーちゃん3部だ、全然違うね。じゃあじゃあ一人衣装を着ているんだね。こんばんは。ココハが終わったら帰る。え、ってことはココハのために7番で待っててくれるの。ありがとね。5時だからめちゃめちゃ遅いわけじゃなくてよかった。いやね、5時ってまあ割と、あ、でも遅いのかな、遅い。うん、はいこんばんは。あ、7番ちょうどいいんだ。ギリギリ7部でギリギリなんだ。ゆっくりは来れる。まあココハだけの人からしたらって感じだけど、多分そんな方は多分いないので。7部ね。キミちゃん終わって、そうだよね、キミさんってさ、だってもう1、2とかでしょ多分。7部って響きのあれね。今週末愛知でツーショット会です。1、2部だとしたら12時から。2部にキミちゃんとって1、2部だよね。だから1、2、まあまあ1時として 2、3、4、5 4時間ぐらい把握してるんやはず。いや、そんな把握してるわけじゃないですよ。こないだね、ちょっとたまたま見ただけ。たまたま見ただけ。午前仕事。おお。たまたまこないだ見ただけですよ。誰が一緒かなって見てたんですよ。
ラストここは、おお、いいねいいね、仕事、おお、すご、ラストいただき、あざす、ラストいただき、あざす、もうあさってなの実感がなさすぎておもろい。あさって、あさってなんだ。あ、そうそう、みくるさんね、なんか近かった、会えるわと思った記憶ある。終わったら何して、あー、3部だから、1、3だから、幕張、マリーちゃん6部やってるけど、ここはね、あ、じゃあここはちょっと無線でお願いしようかな。くるさん7部、12、おお、いいねいいね、幕張ね、幕張もね楽しみですね。なんかもうさ1ヶ月はなかったからさ、4月、なんかもう懐かしい気持ち、写真はまあ初めてだし、なんかもう懐かしい気持ちです。トーク会が、幕張とか行ってたのが、みくるさん、あ、7部で写真、じゃあみくるさんと同じポーズしようかな。そうそう、4月がなかったから、幕張ね、3月行けてないから、初めまして、あさってっていうのがね、まあなんか愛知だからっていうのもあるけど、あ、今日は流星だったんですね。久々ですね、あさってはいません。羨ましそうです。正解のポーズの話くらいしか、うーん、ってことで、まあトークも来てくださいっていうことですよね。愛知行くの久しぶり、私は毎日愛知にいます。宣伝というよりはもう誘導してくれた、私はなぜか毎日ね愛知にいますよ。うん、初見でハートありがとうございます。何着ていこうか、うわー、そうだよね、写真はおさらいしますと、11が合格キスの衣装で、12が生誕ティーです。で、生誕ティーは、あ、持ってなくても違う服を着てくださっても全然大丈夫です。持ってたらとしたら、まあ、聞いてきてくれたら、まあなんていうか、お揃いできるよみたいな、そういうのがありますっていうあれなんですけど、そう、まあ私が勝手に生誕ティー着てますっていう感じです。でもなんか暑い、うん、暑いかも。いや、どうなんだろうな。合格キス持ってない。そうだよね、持ってる人はいないから。昨日だるまありがとうございます、わかる。わ、トーク待ってます。服装難しいんだね、やっぱ。確かにパンダ、パンダ描けばお揃い。メガネいつもかけてるじゃん。サイリウムカラーの服、お、いいね。寒いんかな、いや寒くないと思う、この時期ね、わかる。確かに外は寒いかもね。前回愛知だった時はなんか寒くて、到着した時は寒かったけど、トーク会とか握手会始まったら暑くなった。暑くはないけど寒くなくなった。全然暑くないと思います。
あ、違う、寒くないと思います。7番はまだ明るいから。名前は確か、え、その名前になって戻ってショールーム初めてだっけ。25度は暑い。土日はどうなんだろう。土日は暑くなるのかな。お天気お兄さんいないかな。昼間は暑いけど夜は寒い。なるほど。まあ羽織るものを持っておけば大丈夫。25度は半袖。天気悪いんだ。日曜雨なんだ。雨か。雨は好きじゃないな。雨はね好きじゃないですね。日曜雨なんだ。うわ、キメイさんショールーム始めたんだけど。やばい、なんか終わるタイミング失ったわ。なんかそろそろ終わろうと思ってたけどさ、今終わったらさ、なんかキメイさんの配信見るために終わった人みたいになっちゃうじゃん。でもそんなことはしないんですよそんなことはしないので、なんかちょっと終わるタイミングを見失いました。死んだ。そこそこ暖かくなります。13度、夜寒い。移動します。オッケー。20度ぐらいで7メートル、風7メートル。一応雨を染め、ハートありがとうございます。一緒に見よう。いやいや、そうな、そう思われちゃうからさ、嫌だからもうちょっとやるわ。まあそう、15分で終わろうと思ってたから割とやってるんだけど壇上登っておいでよ、おもろチャリ。あ、生誕T着る日はね、生誕T着て、下はロングスカートで、襟つけます。そういう感じにします。え、見てると思われるのはいいんだけど初めて聞いた動機45分まで。ハートありがとうございます。初見で、すごい今日めっちゃなんか初見の方がハートをくれるっていうルーティーンが出来上がってるんだけど、そう、襟好きだから自分なんだかんだいつもの感じすごく気になりますあ、テロップ45分だったら教えて。今何分なの。ココハでも、ココハでも50分ぐらいから始めた記憶あるから、で15分、今25分ぐらいとして、まだ、あーで20分。エビ、エビと聞き間違えた。エリオあ、50分ぐらいから始めそう思ったら意外と42分だった。え、マジでさ、じゃあさ、ちょっとトーク会のフックさ、どんなのがいいか今送ってみてえ、5月のトーク会の服はどうしよう。祝ほぼ襟付き、なんかどういうのがいいの。昨日だって諦めたもん、もうヤンチー感わかんない。パンダ今回の服装ね、そうなんだよな。ビューティフル？マジでどうしよう。なんかもうおでこだしね。それはまあちょっと考えておく。
え、マジでさ、ちょっと教えてほしい、マジで。服装。サータにいつまで。なんかね、違うんで、サータ見てるかな。なんか、配信も本当は15分ぐらいで終わろうと思ったんだけど、まあ、なんだかんだでちょっと伸びてたのね。で、20分、30分、2、30分やってたら、キムさんが配信を始めちゃって、始まっちゃって、で今そのタイミングでやめちゃったら、なんか見るためにやめた人みたいになるから延長してる最中です。カジュアル、待って、カジュアルってどんなの、ちょっと待って、カジュアルってなんだ、パンツスタイル的なそういう感じですか、ゆるふわ感。待って、むずい、みんな。サータも7番あるし、相談してみたら。でもそれ写真だから、うん、トーク、フォーマル、むずいな。むずいんだよ。違う、見たいとかじゃないんだよ。あの、いつも夜に見てるから見たいとかじゃないんだよ。そのむずいな、むずいからもう喋らんとくわ。カジュアル、カジュアル。気軽にくつろいだ感じ、難しい。ブルーベリーみたいな服。フォーマル、違う、見たいとかじゃないです、もう静かに。見たいとかじゃないから、静かに。ポーム、お、ありがたい、マジで、なんかそういうのありがたいわ。みんな、じゃあ着たい服ポストしてよ。あ、じゃあ着たい服じゃない、着たい服じゃなくて、着てみたい、着てみたいじゃない、間違えた、着てほしい服ポストしといて。うわちゃん、時計取った、ありがとう、楽しみ、ここはもう楽しみ。声は出してないの、ちょっと最近静かに、ちょっと口癖だからごめん。5月トーク楽しみだな。先生やん、どうしよう。だからまあみんな、あ、そう、お洋服候補で、あの、載せてください。したら、まあ、あ、これいいなと思ったら、そういう感じの服をね、まあ、じゃあ買いに行きたいと思います。そう、なんか昨日もね、検索能力、確かに好きなブランド情報、え、でもさ、こう質問開始の時にさ、載せた気がするんだよな。こんばんは。そう、そこが、でもなんか最近行ってなくて。最近、あ、でも、あ、そうだ、そこで生誕ティーの時に着るロングスカートもそこで買った。そうだ、行ってなくてとか嘘だった。行ったわ、そういや。それもね、そこで買ったわ、そういや。でも、全然。だから、こんな感じみたいな。行かない日に服装リクエスト。着なさいよ。え、どこに住んでるんだっけ、神奈川だっけ。急におじさんが可愛い服ボスしたら。確かに。じゃあココハに脅迫されたので乗せますとかでもいいよ。保険かけてもいいから、スーツ。5時がすごいんだよ。スーツね、それは神奈川って幕張遠いんだ。神奈川ね、そっか、でも名古屋よりは幕張の方が近いのかな、ちょっとよく感覚、距離感覚が分かんないけど、脅迫されたのにしてます。でも全然いいので、迷ってり、マジ服な、迷ってり、服迷ってりって感じで。東京神奈川から行く幕張は新幹線で行く。あ、そうなの。神奈川ってそうなんだ。神奈川
ってなんか言ったことないかも。もしかしてだけど、今思ったけど神奈川行ったことないかもしれない。何がある？神奈川ってしっかりかぶって草それな。神奈川って何があるの？横浜行ったことある。え、横浜って神奈川なの？おもろ、がっつり行ったことあったわめっちゃ行ったことあった。横浜行ったことあったわ横浜行ってた。おかわり、めっちゃ行ったことあった神奈川。めっちゃって嘘ね、1回しか行ったことないですけど。横浜ね、なんか横浜結構都会って感じしたかも。なんかさ、球場みたいなあるじゃないですか。球場ある？横浜に、あの赤レンガの近くかな、わかんないけど、ってあります？それが横浜スタジアムなのかな、浜下か、そう浜下かな、赤レンガの近くのやつ、横浜スタジアム。なんかその近くのホテルに泊まってたんですよ、一人で。あの日産スタジアムの乃木坂を2日とも見てたので。したらなんかめっちゃ都会で、都会だった。人なんかちょうど野球の試合の日だったのかな、めっちゃ人が多くてびっくりしたし、何あのあれは高速道路なんかな、なんかすごい車とかも多くて驚いた記憶。でもなんかその浜下の近くの駅にこうホテルから、まあ、そんな遠くないんだけど歩いて行って、したらもう財布をその部屋に置き忘れちゃったことに気づいて、2往復だから1往復半したのが思い出。青い地下鉄、いやそうかもしれない。ちょっと人口2位なの。そう試合してたの、めっちゃ人多かった。中華街行きました。そう中華街行ったよ。さあ雨降ってた。あとはもっと思い出、あとはあでもグッズにマジで 4,5 時間並んで、グッズ 4,5 時間並んで、あそうなんか1日目にその乃木坂の日産スタジアムのライブ見に行って、1日目にこうもう並ぼうとしたらもう並びすぎてて、これもう明日朝一でめっちゃ早起きしていこうって思ったけど、あの早起き失敗して、でもまあ絶対欲しかったから並んで 4,5 時間並んだんだけど、なんか売り切れてて、結構売り切れてて最悪ってなった思い出。めっちゃ暑かったから、なんかもう並びたくないなって思った記憶です。神奈川の思い出。あのエリアとかいたけど、そうなんだ。金のだるまありがとうございます。4時間並んだ、まあなんていうか別にその日やろうって決めてたこともなかったしライブまで時間があるからと思って並んだかな。日産スタジアムで運動会やったの、すごっ。どんな小学生？浜下で試合？
そう、売り切れてたやつもあったって感じ。別に買えたんですけど、買えたけど、そう、売り切れてたやつもあった。一寸であった、総選挙、おー、一寸ね、すごい大きかった、すごく大きかったです。一寸横浜、今何分ですか？34ね。45分になったら終わります。熱い熱いオタクっていうか、ライブがあったら応募してた、坂道全部。でもなんか明後日も行けない時とかあった。名古屋ドーム。いいね。じゃあ今まで一番悲しかったオタクエピソードを言いますと、桜坂のファーストツアーを、ファーストだっけ、セカンドツアーだっけ、まあちょっとそこはどっちか忘れちゃったんですけど、がチケット当たってて福岡公演に行こうって思ってて、その3日前に、あ、桜坂小林さん推しなんですけど、3日前にその日バイト行ってて、高校生の時にバイト行ってて、バイトから帰ってきて、そしたらなんか妹とね、お母さんがバイト帰ってきて家行ったらご飯食べてて、したら、え、ゆいぽんみたいな言われて、把握してなくて、その時、え、何みたいな、何みたいな思って見たら休演みたいな休演ってか、なんかもう普通に活動休止で、3日前に、もうライブ行く3日前とかに、推しが休演みたいな決まって、嘘でしょみたいな本当に嘘でしょと思って、まあ行ったんだけど、普通に福岡、そう、3日前に推しメンが休演ってなったのはピエンエピソードでしたね。かりんちゃんのサイリンも振ってました。でした。でもマジでそのライブがちょっと、もうデッドエンドから始まるっていう最高のライブだったので、最高でした。はい、複数作ることにしてます。福岡近いですよ。でも新幹線で1時間ぐらい、半分が休演、おー、いいね、当日休演。やっぱみんなもね、ピエン案件あったんだね、いっぱい。それはピエンでしたね、さすがに。幸せエピソードは、幸せエピソードは、うーん、日向坂のライブで3列目だったことと、西野七瀬さんを生で見れたことですかね。前日に台風で中止。うわ、台風、まあ仕方ないけどね。私はね、休まないですよ。生誕当日。キャー。二列目、すごっ。でもあれですよ、私 STU も好きなんですけど、公演見に行った時に、推しメンからの
爆裂はもう幸せでしたよ。皆さんの幸せエピソードはありますか？前列、いやもう3列目だったからそんなに。成人の集いと生誕祭を続けて同時に月上の、あ、それ聞いたわ。ごはんからレスもらう方法はサイリウムを振っていただければ出会えたこと、いやー嬉しい。ラジオの生電話すご、電話すごいな。なんかさ、電話できるのすごいわ。電話いいな、電話めっちゃ羨ましい。コメントを目読してもらっ、あ、優しい。電話いいな、電話めっちゃ羨ましいかも。お知らせ、おーすごい、いいね。爆裂もらえたこと、見えてたよって言われた。おー、いいね。みんなみんないいエピソード持ってますね。ってこと、でもちょっと電話がちょっともうココハの中では急上昇、いいなーですね。コメント質問、おおいいね。チケホロ本人、おおいいね。でもちょっと電話がもう今いいなーすぎて、いいね。耳元でさ推しの声をさ聞けるってやばくない？普通に、電話いいね。今踊ってある、電話やばくない？攻め取ってくれていいね、くれ、おおいいね。電話、あ、ガチでビビるんだ。電話いいな、電話いいね、電話いいな。なんかね、タイムリーすぎておもろい。なんか電話いいなって思ってたばっかりで、一昨日ぐらいに電話いいなって思ってたばっかりだから、タイムリーでいいなって感じ。いいね、電話いいよね。電話しよう。でもコハは OK。 使おうかな。確かに生電話企画いいね。いいね。こんばんは。電話いいね。いつかご飯もじゃあ推しメンと電話できるように願っとくわ。生ではいいね。メンバーがポストにいいね、いいね、いいねっていいね。いいよね、そういうの。いいね、電話。別の良さあるよね。下北 FM 電話あるよね。下北 FM 聞いたな、尾崎セリカさんが出てた時。マリーさんと生電話したことあるの？ココハはしたことないよ。いいね、裏山サイン入りファイル、うわいいね。サインも嬉しいよね、そういうの。当てるっていうことが嬉しくない？その、まあ、なんていうかさ、どのくらいの景品とかにも関わらず当たるってことが嬉しくない？直接、いやいや、電話の良さはねあるんですよ、やっぱり。うわ、青春18切符のさ、18切符じゃない、間違えた。間違えた。青春 18×2 のさ電話のシーン思い出しちゃったじゃん。
畜生される方が羨ましい。サインボールいいね。サイン入りステッカーいいよね。めっちゃ混ざっちゃった、間違えた。リンラジステッカーマジ羨ましい。いや電話はね、電話の良さがねあるんですよ、マジで。間違えた青春各駅停車もねいいけどね、間違えただけだから。45分になったら教えてね。サインもね、当たるっていうことがまずね嬉しいからね。いやいやいや、パラチーノだから。あと1分ね。オッケー。体内時計はやっぱ正確なのかもしれない。ステッカーいいな。そんじゃないよね、また出れたらいいな。また出れるようになんか願っといて、みんな。そんじゃないよ、また出れるようにさ。わかるよ、シティウ好きだもん。出れるように願っといて。そんじゃないよ、またなるしゃべね。確かになるしゃべもまた出たいので願っといてください、お願いします。よろしく。嬉しみ、ごめん、もう終わるんだ。バイビー。わ、はじめまして。もう終わっちゃうんですけど。おーひーちゃん、バイバーイ、おやすみ。素敵な思い出作ろう。おつてり、おやてりー。